あなたを心臓へとはめ込みましょう。我が名はモードレッド、騎士王アーサー・ペンドラゴンの唯一にして正当なる後継者。さあ、どうか。お前が俺のマスターか。昨日の今日ですみません。セルティさんには今の僕の状況を知っておいてほしくて。いつ以来かな、君とこうやって二人きりで話すのは。本当にセルティさんと話してると不思議な気分になります。なんていうか、自分がまるで映画の主人公になったみたいな。それで現実と虚構の区別がつかなくなってるんじゃないだろうね。何が言いたいんですか。アンリちゃんがこの間君のことを話していたよ。最近不思議なぐらい明るくなったって。この手で絡ねばならんことくらい理解している。フラハ、キルハ、ユギハ、アキハ、カルハ、カズハ、スガハ、行くぞ。スルガだ。カンバルスルガ、得意技は B ダッシュだ。カンバルスルガ、職業は荒木先輩のエロ奴隷だ。あなた全身ボロボロじゃないの。そんな人に勝っても全然自慢にならないわ。次の BOB 本大会まで勝負は預けておいてあげる。さ、それじゃそろそろ終わらせよ。でもどうやって。どちらかの HP が全損しないと勝者は決まらないだろう。第1回 BOB は2人同時優勝だったんだって。理由は優勝するはずだった人が油断してお土産グレネードに引っかかったから。お土産グレネード、何それ。うん。キアナちゃんはいつもこう。体がボロボロなのに無理やりに笑う。あなたは私を、みんなを助けてくれと。なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。メイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんて、そんなの分かってる。メイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんてよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。